うっす。これいいでしょ。何それ。これん、おお、水筒ですか。おお、あぼう、これは、うん、俺がずっとおねだりしてたタイガーの、はい、保温魔法瓶を、うん、レゴがついに買ってくれましたじゃあこれでさ、これ出来たてのコーヒーこれに入れると6時間あったかいの飲めるの。すごいな。だからさ、今まで外で買い、これ今まで外のコンビニとかでコーヒー買ってこうやって持っててもさ、うん、急遽どっかお店入ろうと思っても店入れないじゃん、うんうん、捨てれないし、うん、これだとさ、そのままこう、うん、ダウンベストのポッケとかに入るんだよね。結構ちっちゃいもんな。そう、どれぐらい入るの。コンビニのコーヒーのサイズで言うと、うん、サイズ M カップぐらい。それぐらいな、うん、これ最高だよ俺の相棒あと4日、うん、試合が、うん、あと4日後、うん、5日え、もうそんなんやねんな。4日後か。あと4日後ってことで、うん、今日も本当大詰めの調整してきて、はい、はい、まあそれいいんだけど、うん、試合ももちろん大事なんだけど、うん、なんと今年も、うん、ウリタ夫婦、うん、ニューイヤーロックフェスに参戦します。おめでとうございます。今ね、会計職のヒロさんが、うんうん、あとヒロさんとジブラさんがプロデューサーしてんだけど、うん、先日もね、はい、ちょっとある雑誌の取材に呼んでいただいて、はい、ニューイヤーロックフェスに出ますということで、はい、で久々に JLX 君とか、うん、レゲエの、うん、と呂布カルマ君とも、うん、1年ぶりにお会いして、うんうん、すごい刺激をもらいました、うん、今年もウルタ夫婦、うん、このまま夫婦喧嘩がなければ、うん、一緒に出たいなじゃあヒロさんにも言ってたんだけど、うん、今年はちょっとまだレイコが、うん、まだわからないということで、うん、まあ、俺はレイコはね、そうやって言ってても、うん、絶対出てくれると思うんだよな、うんうんうん、仮に俺一人だけで出ることになったとして、うん、レイコのパート俺どうすればいい、うん、仮に俺一人で出ることになったとしてレイコの歌の部分の時俺どうすればいい、うん、あの流して。いや、売りた夫婦としてそれかっこ悪いよなんかやっぱその玲子の美声を1年に1回ちゃんとやるべきだと思う俺は。あんなね、優秀あるフェスに呼んでいただけるんだから、うんうんうん、まあそんなのも含めてね、うん、みんな大晦日は格闘技とかもいいけど、うん、渋谷ストリームホールに、はい、俺たちに会いに来てください。はい、それと、うん、俺のやってるナチュラルボンアンダードッグの T シャツ、うん、はい、新作まだですかまだですかってしょっちゅう問い合わせがあったんだけど、うん、いよいよ、うん、いよいよ、いよいよ21日に予約開始ということで。おお、どこで。今までと同じサイト。それは告知ありますか。告知っていうか、あの今ここに画像が出てると思うんだけど、このパターンが出ます、うん、バン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 、はいはいはい、こっちの、うん、今回から、うん、そのナチュラルボンアンダードッグにちゃんとデザイナー協力でやってくれてる人がいて、うん、ということで、うん、多分こっちに出てるのは、うん、関係ねえよっていう俺の口癖、関係ねえよが英語になってる、うん、そう、ユリのモチーフがリリーな入ってる、うん、かたやこっちは、うん、まあ、言うことを聞かない、うん、犬がモチーフになってる、うん、ドッグ、ドーベルマン、これ何、ドーベルマン、ドーベルマン、鎖の引きちぎれたドーベルマンに、うん、ブランドロゴ巻いてるやつ、うんうんうん、買い、そのパターンと、うん、関係ねえよね英語バージョン、はい、この2種類です。その2種類、これをさ、うん、予約受付を21日、うん、あさって、うん、21日の昼に予約受け付けるから、うん、またツイッターとかさ、スレッズで出すよ、インスタと、はいはい、これじゃあさ、ただのニューイヤーの告知と、うん、T シャツの新作の告知だけになっちゃうんだけど、うん、なんかちょっと質問ある。8分にしなきゃいけないからさ。8分な。それと、うん、本当に急な
急なパンツスポンサーの募集だったのにもかかわらず、はい、本当に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 気持ちのあるたくさんの方が、まあ、これまた試合後にね、ちゃんと動画、試合後にまた動画に出すけど、本当にたくさんのたくさんのたくさんの方が、うん、パンツスポンサーに名乗り上げてくれました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。でさらにそのキックパンツ、うん、キックファイトパンツと、うん、その入場の時に着てくやつを、うん、いつもの、うん、いつもいつも大変お世話になってる小林企画の藤妻さんが、うん、本当にわがままな俺たちのここはしてくれ、してくれとかも全部ギリまで対応してくれてすごいよね。本日間に合いました、うん、本当にありがとうございます。ありがとうございます。大変や思うで、大変だよ、夫婦言うことがバラバラやから。そう、夫婦でいろいろうるさいしさうん、うん、そこにつけてスポンサーの一人である、うん、新宿の俺たちの先輩、そうチュンシン君なんか、ついこの間、うん、まあ、とんかつ食べに行った動画で言ったけど、うん、ついこの間銀座の方に、うん、新たなお店、うん、を出したばっかりで、うん、忙しかったりいろいろ大変なはずなのに、うん、あとジョン・マーロンの香水をなんか盗まれたらしくて、うん、お客さんに、うん、そんなバタバタしてる時に、うん、田島牛をなんと送ってください。まあそれはまた後日ね、動画に後日ね、うん、ありがたいよな、本当にみんなありがとうございます。ありがとうございます。みんなに本当お礼に言いたいんだけどさ、それって試合の後にするわ。あ、そう、なんか俺は今回さ、実は意気込み言ってほしいけどな、スポンサーさんとファンの人にと思うじゃん、うん、でもここであんまり言っちゃうとさ、会見で言うことなくなっちゃうから、うん、いや、会見ではまた違うこと言ってくれるよ、純子は。言わないよ。え?22 日の会見、とにかく楽しみにしててください。22日、はい、うん、何時から?知らない。はい。で、23日が本戦?本戦。っていう感じ?体重は今回は当日?前日?前日。おお。多分俺も相手も、うん、ほとんどナチュラルだと思うよ。うんうんうん。せやな。ちょっと調整したぐらい。せやな。なんか、楽しみだわ、今回は。いろいろとな、うん、いろいろと楽しみ、うんうん、だし自分でもなんか今までと違う、うん、なんかただ単にワクワクする。おう、初めて、うん、あ、そう、そのなんていうの、うん、ちゃんとブレイキングダウンを全うしなきゃいけないじゃないけど、うん、ブレイキングダウンの選手としてもそうだしさ、うん、相手にもそうだし、うん、なんかもうちゃんと、うん、なんていうんだろう、うん、もっとプレッシャーがあったのかな、うん、なんかわかんない、うんうんうん、でも今は単純に誰の目も関係ないみたいな、うんうん、単純に俺がこの試合楽しんでやるみたいな、うんうん、のがある。そういうことね。多分過去で一番自分に自信があるんだろうね。せやな、すごい自信があるわ、ね、なんか今なんか自信があるからさ、楽しみだわ、うん、楽しみやな、うん、うん、まあ、とりあえずそうだね、うん、まあ、とりあえず楽しみですわ、うん、という感じで、はい、まあ、とにかく8分持たせるためにだらだら喋ってたんだけど、今ニューイヤーの告知、うん、新作の T シャツの告知、うん、はい、とスポンサーの方、どうせ俺、うん、ファイトパンツ作ってくれた人やスポンサーへの俺、うんうん、あとなんだ、とりあえず8分持たせるように必死やからさ頑張れって、うん、あのデロンギも頑張れって今うーん言うとったで。あ、そう、うん、頑張、言われねえでも頑張るよという感じで、はい、まあなんか、うん、何よりも本当にちょっとワクワクしてる。よかった、うん、ほんまによかった。多分どっちが倒れてもどっちが立ってても、うん、もうなんか、うん、すごい盛り上がるはず。あ、そう、うん、だそう、そういう意味でもあの相手でよかったなと思うね。せやな、うん、せやな、まあ、どっちが本当にいい男か、うん、教えてやろうと。せやな